危ないんで気をつけて、はい、止まりますから向こうで気をつけて気をつけて気をつけてください。いつもあのそばで妹がボタンが看病してたんですけど、昨日に限ると地方で仕事してました。その帰りを待ってあの最後はこう、まあ、闘病生活大変だったんで少しホッとした表情で、じゃあ皆さんご家族そうですね、お揃いでみんなあの、はい、そういうことであの、はい、おかげさまで、うん、僕はやっぱりこうやんちゃですし若者ですし、まあ、満泊な部分が非常に多いものがありますので、そういったものもね、何かこう大きな愛機というか器で何かをこうこれでも見守っていられる何かを持ってらっしゃったんじゃないかな。大きな、うん、愛のある本当に人間人ですよね。僕は本名高俊ですけど、親孝行のこの字がついてるんですけど、全然親孝行はできなかったですね。でもまあ少しでもこの上のね歌舞伎の方に精進をさせて重ねて、まあどこかで草葉の陰でも見てくれればその時に親孝行はできるんで